もう見てますか、見せてますか。よかすか。はい、ほら、これ何ですか。できたよ、みんなの。ほら、夜ご飯にどうだい。ナッコですか。ナッコ、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 最後の最後に来てくれた。こいつだけ十分やろ。十分でしょう。縁側祭りですよ、縁側祭り。そうだよ、姿盛りしてやろうと思って。すげえ立派かろ。立派すぎでしょ。なるほど、ヒラメ。うわー、めっちゃ立派。でっかいだろ。うわー、ヒラメだ。ニョニョニした。どうですか。バイブレーションバー、ベタベタのズル引き。ズル引き超デッドスロー。君たちも食べるかい。いただきます。しんちゃんもよだけ。こんばんは。眠たいけど来ましたよ、僕。今日も釣り行っとったじゃなかと。行ったよ。なんか髪短くね、うん、太りよるね。気持ち悪かった。あんたに言われとったから。これ何これ。ちょっと刺身によかくらい。お、イカ、イカ、いいでしょ。今日のイカ、へぇ、食おうよ、これも。美味しかよ。ひらめとイカね。ちょっと来てよ、来てよ、いっぱいやろう。来てよ。うわ、マジっすか。やめ、おいんと餌んごとしとやなかいっすか。餌るのか、それ。うわ、やっば。うわ、歯やっば、これ。噛まれてみ。噛まれて、ちょっと。ちょっと、おいで茶つけたことなかとば。居酒屋ごっこしんで。そういうのが作ったわ。しんちゃん、それいっぱいやろうか、そういう声で。そうですね、おもうバイトになっておかしい。バイト、いいね、バイト。なんか言うてください。イカバお願いします。あ、イカバさばくといいですか。イカ全部して。いや、対象がさばいてくださいって。なんで、プロでしょ、イカさばきは。にゃにゃ、おい、絶対特産には巻く。無理無理。でもこれ開いてきとったでしょ。さすがね。下取り下取り。さすが。釣ってきてね。スン君用包丁や。切るんですか。まだ二回目やけん切るよ。マジっすか。よし、今日で切れんごとしてや。おお。じゃあしんちゃんいかが、頑張って。はい、お願いします。はい、いいですよ。全部カットしてくださいね。あのね、鱗別にね、剥がんでもよかった。どうやら。俺はね、あのほらミニさ鱗つくやけん。剥ぐとけどさ、かなたわしい。こっち。ほら、まあまあ大きかよ。これでかかよ。これいくらコースですかね。4,000円ですか。ああ、4,000円って言わんじゃない。徳さん、どっちが早いかか勝負しましょうか。いや、勘弁してくれ。難しかね。さあ、いくばい。はい、スタート。はい、まずね、ポケットのタバコを取る。はい、こんなして、もうここから取っちゃった。で、ピーってやろうかせんの。はいはいはい、ここから延長線でまっすぐ切っとる。5枚おろしね。久しぶりっす、釣れんけんね、なかなか。全部柳でいきますよ。おお、柳。そうそう。で、ここから、ここが縁側部分帯ね。はい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 。5枚かまくんね。ほいで、落としておいて。おいね、ここからね、内側からじゃなくて、こっちだけ濃いですとさ、こっちで。へぇ、あ、そうなんすか。おいはね、回してした方が縁側の切れ取るっちゃう。へぇ。で、おいはよ。ほら、これで4分の1。ちょっとね、神経締め、神経のあんまり綺麗できないときに。上手。こいで。これ絶対うまくやるね。うまくやるね。骨の上に沿って、こう、こんな感じ。てか上手。おい、うん、そうそう。うわー、うわ、そのオレンジ色のなんすか、卵っすか。なんかわからんよね、こいつ毎回多いよね、オレンジ。うわ、めっちゃ綺麗。え、肝とかうまそうじゃないですか、そいつ。うん。はい、うわ、ちょっとね、血のね、血抜きのね、できる環境じゃなかったっす。綺麗なもんですよ。半分なくなりました、ね。はい、次、グリネクラです。こういうふうに入れて。これも同じ容量。同じ容量はね、この線に沿って。同じ容量っすよ。もう、剥いでいく感じね。あ、上手。なんか、よかろうとか言うね。めっちゃうまいやろうな。ご利益会のヒラメが。しんちゃんの方、着々と動かですかね。なんか意外と、まだもたついとくですね。あれ、お店のこと。あ、お店のこと、ちょっといかば。そうです、そうです。おお、さすがしんちゃん。こいで、この中身もあろうか。この状態、事故だけ、ほら。すごい、ほら。ああ、バレた。ああ、うわー、うまそうだ、一回で流すか、そわ。お店風ですか、そわ。お店風。先生。はい、紐、ほら。
肝うまそうでした。肝うまいやろな。え、肝うまい。え、胃袋結構ベロいしとるやろ。結構大きい。でも結構お腹ペコペコっぽかった。お腹入ってないですか。うん、ペロペロ。わ、何も入ってない。何も入ってない。よっぽどそこからかった。お腹が減ったためじゃん。こいつは、こいつはドーン、ドーン。うーわー、すごっかね、これ。イカバ並ぶでしょ。イカバ並ぶですか。イカバか。あー、邪魔かね、邪魔かね。これがうまいね。もう終わり。しんたん。もっと。あと焼く。あ、焼くと刺身ばっかり嫌でしょ。うん、天ぷら、天ぷらがいいな。ちゃんと分かったですよ。ここばばい、もう縁側のとこだけさ、こうして。ここだけ先に切っとくて、こうやって。すぐ縁側だけ切れ取るさ、これ完璧に。皮を剥ぐ前にもすでに。そうそうそう。なるほど。包丁バラ切るけどこれ。正直これ切れすぎて、うん、まな板切ってしまうさ今。おーよいしょ。あ、あれちょっとこれついたね。おお。あら先生どうですか。あ、まだ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 みたいな感じ。はい。おおおおおおお、なんかチンするんですかそれ。チンするじゃん、こっちほら。どんくらいチンするんですかそれ。1分もありゃ大丈夫かな。はい、さあ、そういったケコタンにカメラチェンジだ。ケコタンにカメラチェンジしてください。じゃあここからカメラ変わりまして、はい、ケコタン、はい、ひらめくわるんですよ。ありがとうございます。いただきます。ここはどこでしょうか。縁側。正解。おお、分かっとんねよし、ここばー、ほらこれ綺麗に欲しい動きですよ、ほらほらほら、縁側、完璧な縁側やろ、これなーんて、これ美味しそう。おあら、できたっすよ、先生。あら、できました。取れ。さあ、出します。いい感じじゃねえこれ。あー、ちょっと半生、半生、もう一回半生。ほらほら、はい、お、ほらほら、縁側マシン、きれい。縁側やばいね、これ。こっちを切ってるね。さあ、ここからだ。よし、ね、本物乗せちゃったけん、多分下に敷くべきだよな、こうやって。パンとか用意したいですよ。お待たせしました、新先生。こいつねー、こいつねー。仲良しですね。どうすんだろうね。なんでこんなもん。なんでですかね。ここんとここんな感じになればかな、こわしんちゃん。どう思う、はい、ガンならんか。あー、いいおかしいね、はい。やっぱ尻尾ってガンならんかよね。たたんりがこう、なんかほら、爪楊枝のなんかやつなんやな。はぁ、あ、はぁ、あ、はい、で、やっちゃってください。やっちゃってこわすか、はい、爪楊枝は、どこ、ここに1個。え、そこがんと、うん、わからんたい。なんでですか、わからん。こんな感じ立ってない。いや、全然ダメです。徳さん、徳さん、鬼任せてください。おお。おっ、飯寝てます。そうですね、一本じゃ食べてきにくい。ご飯すぎ、待って、ご飯、ほら。なるほど、めちゃくちゃ頭よかっすね。ありがとう、ほら、できたろうが。なあ、徳さん、そう、徳さん、いかんとして。もう、ほうほう。つまり、俺とら。つまり、俺ですね。絶妙なバランスの必要かよ。はい、来たー。ああ、とっとこっちは。ああ、バランスこい、おかしいな、かっこ。比較外っすね。ほいで、次次。はい。じゃあ、もう一回終わった。終わりましたよ、僕。早っ。お、いや、終わってないですか。待って、これは、縁側でございますよ。縁側、やばくないですか、これ、ほら。縁側だよ、ここ、縁側のみのゾーン。わ、縁側ゾーンができた。わあ、やっぱうまいっすね。どうすか。一本一本抜いたとでしょ。うん、なんか分からんけど一本一本抜いた、ね、猫分からん。え、これは一本一本縁側で抜いてなかった。抜かん抜かん抜かん。専門外なもんで。そうっしょね。イカだけやっけんね。これどんな感じやろな。もう大葉をふんだんに使ってみる一回。うん、いいです ね。ここから大変。だいたい薄作りっていうね、ヒラメね。あ、そうですね。普通はね、はい、こっちからかな。お、贅沢か、この厚さ。結構分厚かっすね。結構分厚かっすよ。これすごか。これの中がここパンパン優勝ですね。もう完全に OK。 完全に OK。 完全に OK。 お、きれい、ね、うわ、
いいっしょこれ。おお、うまそう。だって簡単っすよね、料理。真っ白やもん、真っ白。で、何泊くかな。何泊あげますか。おすすめは。おすすめはここにあるもの。ここにあるものが何かわからないと。何ですかこれ。これやばくないですか。これ作ってうまかでしょ。ちゃん、あ、それバカポン、バカポンけど、ちょっとしんちゃん、ちょっと待っててね。ギョン厚切ってことかな。かなり贅沢ですよね。めちゃくちゃ厚かよ、言っとくけど食べ応えはありますよね、うん、確実に、うん、これ贅沢すぎるでしょ。贅沢すぎるです、ね、姿盛りっぽかろ。姿盛り、見たことないですけど、姿盛りっぽいです。超絶ひらめ盛り。まもなく完成ですね。よし、完成。こいで、こっからです。こいに、おいは今日ね、ここにラディッシュなんです、うん、おいがお寿司屋さんに行きよっときね、このラディッシュはかばい上手に作る人とよ、なんかね、ドガンジェしたかったっすよ、おいは。ドガンジェ切ってみようか。これだけでも多分さ、うん、結構な飾り。あ、これ切らんが切れっかかもね。どうなんだろうね、行くばい、そういう。何が職人技でしょ。職人、あー、なるほど。ほら、なんかほら、バカにしとる今。良さがちょっと分からないですね。ちょっと傷の増えすぎた。ちょっと傷だ。気がしとしたことです。ひどいな。すいません。まあ見とってごらんなさいよ。もう分かった。こう縦に木やろ。続けてこの辺からこういるでしょ。ほら。ほら見てみろよ。ほら。なんだよ、綺麗じゃん。綺麗かいしね。ね、ちょっと手間はかかっけど、うん、ラディッシュゲーは身につけようかと思って。完成です。ほら。ひらめ。あ、すごい。姿盛り。よかったですよ。完璧やん。あ、なにこれ、かわいいっすね。おー、イカ。イカの見えとったのいたかけど、うんうん、え、これ、刺身ですか。そうです、そうです。こっちがチンのタイプです。チンタイプと冷やしタイプです。こっちがタレ詰めてもらっておかいです。あー、特ダレつけてみる。何で合うって思うんです。聞いたことないです。どうすか。聞いたことないですか。どうですか、これ。こんばんは。もうなくなってしまったやつをする。じゃあ、かけますね。どうぞ。はい。やー。いやこれ、いいんじゃないこれ。これ作った、はい、お吸い物作ったんですよ、これ。お吸い物ですね。そう、あの柄、皮とか、はい、なんかこう、すいた骨とか、照明さんのあそこですよ、これ。ありがとうございます。イケメン照明。はい、です。お吸い物も飲もうかと。はい。で、ご飯もあるんですよ。ご飯もある。まあまあ、全部とりあえず食ってから、はい、ご飯食べよっか。はい。いやー、これ、贅沢かっすね、食卓の。マジやばかやろ。これはあ、これいつの間にかこれが見る、うん、これ内臓、バカポンで食ってみようかな。おお、バカポンの内臓。バカポンの内臓。バカポンの内臓かな。バカポンの内臓。じゃあいただきましょうか。はい、じゃあいただきます。いただきます。ナマズ、ナマズ。どれからいくんですか。ヒラメ食いましょうか。ヒラメでしょ。じゃあ縁側を食ってみますか、二人一緒に。ほら、縁側だよ。結構たまっけんね、縁側。ほら、失礼します。どうぞ。どうすか、ほら、ヒラメの縁側。はい、乾杯。いただきます。いただきます。いただきます。うーん、めっちゃ新鮮。うまか。いや、有明のヒラメ甘みの強かったわですね。結構ほら、まあ、油も醤油に結構浮いたもん。ほんとですね。見ようかな、これ。あ、真っ黒です。真っ黒やね。じゃ次、ちょっとほら、内臓もあったよ。身じゃなかったです。ケイコタン内臓好きやろ。内臓バスでケイコタンに締めてもらおうか。なるほど、なるほど。じゃあ次、身行きましょうか。身、これ贅沢かとこのいっぱいあるね。ここ行ったよ。うわ、じゃあ、僕も、はい、どうぞ。いただきます。ほら、行くぞ。はい、行くぞ。はい、いただきます。いただきます。あ、乾杯、乾杯、乾杯。うん、うん、うん、これ、熱さ最高によかですね。薄く切るべきかと思ってたよ、うんうん、この厚さでいいか。なんか、あの、邪魔じゃなかったね。邪魔じゃなか、弾力のほら、うん、もっとも弾力っぽかかなって思って。お芋全然超柔らかっすね。甘みの強か、いや、うまいですよ、これは。よかった、食べたから。次、こういうラディッシュ、あ、ラディッシュは食べんのかけど、マリっぽくしとる。これ上手に決めとって、多分こういう。ちょっと一回いったんですか。すお水も飲むけよ。え、先にですか。口が美味しい。あ、なるほどなるほど。あ、美味しい。あ、美味しい。お吸い物。だし取れてるね。あ、うま。じゃあそういうちょっとケコタンとしんちゃんで。はい。可愛いですか。イカ。イカ。イカ。そうね。どういえば食べさせたかいですか。マガコ。マガコ。濃いから良いですか。じゃあ耳食っておかすか。あ、どうぞどうぞ。
切り方もね、多分ね、しんちゃん一回ベレッツになれとっけ。一回しか素敵じゃれんけん。それにさ、雑かって思われとって思うんですよ。いやいやいや、いただきます。細、薄きね、斜めに、しかも。いや、そう、耳の薄さですか。うん、あー、どうなんですか。あー、やっぱうまかねえか。でしょ、うまいっすよ。うん、はい、次次、もう次、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 うまい。特ダレがどういうことですか。特ダレしよう。あ、うわ、特ダレでこうチンしたと。ですね、さっき耳食べんさったでしょ、うん、これただ耳バックってですね、耳、これいきますよ。耳でこれ、はいはい、これまた太さもこだわりになっとるでしょ、これ多分。まあ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 、アバウトです。あ、あ、うん、何すか。特ダレ合うよ、合う。ちょっといただきます。これ漬け用に作ったっさ。あ、ほんとね、うん、ま、ネギと、うん、ネギだかったの、ゆずとね、ごまと入っとっすよ。じゃあ、けこったん、じゃあ、私、肝食べていいですか。どうぞ、肝。いきなり肝からいく女。バカポンかけた肝。はい、どうぞ。いただきます。すいません。え、あ、うまうまうまこゆーって感じやろ、これ。そんな濃すぎないです。なんかあっさりはしてるんですけど、うん、食べやすい肝です。ほう、ものすごく食べやすい肝です。ほう、やっぱ上品なやつですか、ヒラメちゃんは。これバカポンで漬けたヒラメの肝と胃袋いきますか。胃袋いいですか。どうぞ。さあ、胃袋どうぞ。はい、いただきます。あ、ザクザクしてめっちゃ美味しい。キュウインガーいかがですか。エンガー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 はこれ、エンガーはすいません、すいません。このエンガー食いたかったろ。はい、いただきます。どうぞ。醤油つけて。あ、油浮いてます、社長。油浮いてるでしょ。浮いてます、きめ細かい。どうぞ。いただきます。さっきのとこリピート食だよ、顔すんの。おいしいです。よく顔しとんね、うん、美味しそうですね。ほんとだ、歯応えが程よいね。うん、弾力ですよ。あの、肝じゃなくてこれは縁側ですね。筋肉質だね。うん、違うの動かすとこですからね。あ、いや、美味しそうに食べっすね。知らんやった。さすがっすね。知らんやった。慣れちゃう。イケメンだけやったかな。ちょいももう一回。おい、じゃあしんちゃんの顔で表現こうなんですね。どうぞ。今日は初めての胃袋を、はい、胃袋をさせていただきます。コリコリ胃袋、はい、はい、じゃあ胃袋を、はい、取って、はい、食べましょう。おいしい。大して変わってないやん。ということで、この有明海のお吸い物、有明海の天然ヒラメの姿作り、それから内臓と、この後ね、こう骨は、まあ、上げていこうかなってところっすよ。で、これ縁側、さらに、この長崎県産のイカ、しんちゃんが釣ってきたイカが美味しそうだなと思った方は、はい、高評価を、チャンネル登録、コメント欄もお待ちしております。では、お疲れ様でした。お疲れ様でした。いただきます。いただきます。食べ食べよう。しんちゃん、ビール、ビール。種子島裕次郎さんが今カメラを持ってくれています。はい、どうも。はい、いや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 、裕次郎さん、裕次郎さん、何ですか。お見事っすよ。あ、どうも。あ、すいません、おもかと思ったやつ。あ、向こう出てきた。ご視聴ありがとうございます。次のおすすめ動画はこちらです。時間限定のライブ配信はチャンネル登録後、アラートボタンをオンにしておくと通知がいきますので、よろしくお願いします。